テラニシシリアゲアリは、八目、アリか、リアゲアリ族に属する、極普通に見られるシリアゲアリの一種である。働きアリ、2から4ミリメートル、女王、6ミリメートル、オス、2.5ミリメートル。他のシリアゲアリ族と比べるとやや小型で、オスアリの体調は、働きアリと変わらない。働きアリは、ハリブとシリアゲアリによく似るが、 胸部にあるマイシン雑誌で区別がつく。鋭く尖っていれば、寺西尻上げあり。短く、尖り方が鈍いのが張り太尻上げあり。また、働きありの色は、黒か色で、女王は、ほぼ単一の黒か色をしている。樹上栄養性で、枝の内部などに巣を作る。角ゼミの幼虫や、アブラムシ類と共生関係にあり、これらが出す液体を受け取る代わりに、 天敵から守る。また、この生態は、草あり類でも知られている。単子性で、通常一つの巣に一匹の女王しかいない。性格は、攻撃的で、シリアゲアリ族特有の先が尖った腹部を前方に突き出し、威嚇の体勢に入る。また、腹部には透明の細い針が収まっており、この針から毒液を噴射して攻撃する。本州、四国、津島、 九州、沖縄本島、石垣島、朝鮮半島日本産アリルイ画像データベース。ありがとうございます。